シマンテックエンドポイントプロテクションとは、ブロードコムが開発、販売を行っている、セキュリティ対策ソフトウェア。アンジウイルスとパーソナルファイアウォール機能を搭載し、サーバーやワークステーションなど、一元管理を行う、企業環境での利用が想定されている。なお、同社は、双方や小規模事業者向けに、シマンテックエンドポイントプロテクションスモールビジネス、エディションを展開している。 本ソフトウェアの初版であるエンドポイントプロテクション11はそれ以前に旧シマンテック社が企業向けに展開していたシマンテックアンティーバイラスコーポレートエディションとシマンテッククライアントセキュリティを後継するソフトウェアとして登場したアンティーバイラスはアンチウイルス機能を提供していたのに対してクライアントセキュリティはアンチウイルスに加えて ファイアウォールなどの機能も搭載していたため、エンドポイントプロテクションの機能面からは、クライアントセキュリティの後継ソフトウェアに見える。実際には、エンドポイントプロテクションは、アンティバイラスコーポレートエディションのバージョン表記を引き継いでおり、またエンドポイントプロテクションは両ソフトウェアの後継ソフトウェアであることがアナウンスされている専用管理ツールである。 シマンテックエンドポイントプロテクションマネージャーを介して遠隔上から本ソフトのインストール、設定の変更、定義ファイルの更新に関する設定等を管理することができる。その性格上、企業や学校などといった中大規模なコンピューターネットワークに対するセキュリティ対策ソフトウェアとして位置づけられている。ファイアウォールは同社が買収したシゲイトによるものであり、 ルートキットの検出には同じく買収されたベリタスのベリタスマッピングサービスという技術を用いている。シマンテックエンドポイントプロテクション11は、Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows Server 2003,Windows Server 2008、Windows Server 2008R2 をサポートする。ただし、Windows 7と、 Windows Server 2008R には11.0リリースアップデート後から公式にサポートされる。アンティバイラスコーポレートエディションの最終版は10.2クライアントセキュリティの最終版は3.1である。2007年9月、シマンテックエンドポイントプロテクション11が最初にリリースされた。これ以降、新しいバージョンが順次リリースされている。2009年4月、 小規模事業者向けにシマンテックエンドポイントプロテクションスモールビジネスエディションがリリースされた。2011年7月シマンテックエンドポイントプロテクション12.1が利用可能になった。このバージョンはスモールビジネスプロテクションスイート4のパッケージも含まれた。シマンテック次世代のエンドポイントセキュリティを発表。2016年11月19日閲覧。 シマンテックアンティバイラスコーポレートエディションシマンテック .cov2012 年3月7日閲覧シマンテッククライアントセキュリティシマンテック .cov2012 年3月7日閲覧 SEP11.0SNAC11.0 の必要システム要件シマンテック .cov2012 年3月7日閲覧 SEP11.0RU5 SNAC 11.0 RU5 の必要システム要件。シマンテックドットコム。2012年3月7日閲覧。データシートウイルス対策。シマンテックアンティバイラスコーポレートエディション。シマンテックドットコム。2012年3月7日閲覧。データシートウイルス対策ファイアウォール侵入防止。シマンテッククライアントセキュリティ。シマンテックドットコム。 2012年3月7日閲覧、ありがとうございます。